これまでのあらすじ。前回は妖馬学園のクラスマッチが開催されましたね、レオ様。そうだな。楽しかったですか？別に。アリス川学院やロンドの皆さんもいらっしゃって、私たちのクラスやしのぶさんのステージも好評でした。そうか、よかったな。ネオ様も京子さんたちと一緒に歌われましたよね。まあな。でもその途中で突然不気味な笑い声が聞こえてきて、ステージが中断して、気がついたらネオ様がいなくなってて、それで落ち着けソフィア。ネオ様が突然倒れて大変なことに。一体どうなってしまうのですか？知らんな。そんなひどい。でもそれでこそネオ様です。では続きを始める。原因がわからない？はい、お医者様がおっしゃるには、ネオさんが起きない理由はわからなくて、外傷も見当たらないし、脳波にも異常がなくて、原因不明とのことでした。ただ眠ってるだけってこと？そんなはずは。京子、ネオの具合はどう？伊吹さん。そう、まだ目を覚まさないのね。とりあえず今は安静にして様子を見るしかないようです。そういえばクラスマッチはどうなったんですか？ステージ以外は何事もなく終わったわ。イベントを中止にはしたくなかったから。中断したステージについても再開は別の日に延期してもらいました。再開を延期？ええ、騒動の原因が解明したらまた日程を組み直して再開しようって。生徒たちが不安がってる中で再開してもいいパフォーマンスをするのは難しいと判断したの。そうですか、すみません。京子が謝ることじゃないでしょ。先生とも相談して決めたことなんだから。生徒の皆さんにはどのような事情説明を？会場の機材トラブルが原因とだけ伝えてあります。今のところネオさんが倒れたことを知っているのは一部の人だけですから。私とリリリリ、それとルミナ、あとは伊吹さんたち生徒会のみんなですね。アビスメアのみんなにはネオのことを伝えたから、もうすぐこの病院へ到着すると思うわ。病院にいらっしゃるんですか？ええ、彼女たちは親元を離れて一緒に暮らしてるから、ネオのことを黙っているわけにはいかないのよ。でもネオの状況をどう説明すれば？そのことについては心配いらないよ。アビスメアには僕から事情を説明する。ついでにミチルたちもここへ呼んであるから。ミチルさんたちも？まあ、いろいろと話しておかなくちゃいけないことがあってね。そういうわけで、伊吹たちはもう学校に戻って大丈夫だよ。後のことは僕に任せてほしい。じゃあ、私は一度学校に戻らせてもらうわ。後のことをノアたちに全部任せてきちゃったし。私もまだみんな妖馬学園に残っているみたいなので一緒に戻ります。あの、京子さん、ちょっといいですか？ん？
どうしたの、サキ。ルミナさんたちの話って、もしかして、例のことが関係してるんじゃ。例のこと？じゃあ、ネオのやつはお前の偽物に何かされて眠ってんのか？おそらくね。ただ、その原理までは解明できないんだ。あなたがついていながら、どうしてネオ様を守れなかったのですか？すまない。僕の力では限界だった。謝って済む問題ではないのです！このままネオ様が目を覚まさなかったら！エルシー殿、落ち着いてください！ネオ様！おい、やめろ。ルミナに当たってどうにかなることじゃねえだろ。ネオは私たち以外に頼れる人間なんていねえんだ。こんな時、私らがしっかりしなくてどうすんだよ。ベロニカさん。今のあいつは、ただ眠ってるだけなんだろ。だったら、目覚まさせるためには、どうしたらいいか考えるしかねえ。ベロニカ、あなた、何か悪いものでも食べたのです？はあ？ベロニカさんが急にまともなこと言うなんて、怖い！きっと拾い食いでもしたのです！すぐにお医者さんに見てもらった方がいいのです！てめえら！ふざけんじゃねえ！ちょっと、ここ病院ですよ。静かにしてください。アビスメアって愉快な人たちだったんだね。これが奴らの本性ですぞ。ありがとう、ベロニカ。君の言う通りだ。今はこれからどうするかを考えよう。何か当てはあんのか？僕一人の力では限界があることは分かった。だからもっと多くの協力が必要だ。そのためには、今回の事件に関与している人間たちに、僕の秘密を明かして、情報共有する必要があると思う。秘密を明かす？師匠、まさかそれは。それって、ルミナの正体が AI ってこと？京子先輩？なぜそのことを？ごめんなさい。以前、ネオさんと話していたところを偶然聞いてしまって。お前たち。ネオを助けるためには、みんなの協力が必要なんだよね。私たちにできることがあれば協力する。だから、ルミナたちのこと、教えてほしい。ちょっと、あんた、いつまで落ち込んでんの？ステージは別の日に再開するって言ってたでしょ？だって、せっかく会になりきるための練習してきたのに。例のクラスも、出番前に中断しちゃったしね。ええ。でも、あの笑い声は、一体何だったのでしょう？京子さんたちもいなくなっちゃったし、いろいろ変なことが多いよね。あれ？京子ちゃんからだ。何？ルミナのスタジオに来て。つまり、ネオのお母さんがあの歌姫アリアで、ルミナはアリアを再現するために作られた AI ってこと？正確に言えば、アリアの歌を再現するために、ネオの父親が作った超高性能 AI こそがこの僕というわけだね。ルミナさんとネオさんは疑似姉妹ということですか？アリアさんってそんなにすごい人なの？そりゃもう
20代半ばでデビューして、あっという間に世界の頂点に立った伝説の歌姫だよ。でも確か世界一の歌姫と呼ばれるようになって、すぐに表舞台から姿を消してしまったんですよね。うん、アリアはその絶頂期に歌が歌えなくなるほどの病に侵されてこの世を去ってしまったんだ。でも人工知能の研究者だったネオの父親はアリアのことを忘れられず、その歌を再現するために AI の開発に取り組んで僕を生み出した。へえ、なんだか映画みたいな話だね。アイリさんもアリアの歌が大好きで、昔ボイトレを受けてた頃、よくコンサートの映像を見せてもらったよ。まあ、アリアはアイリの先輩だからね。え？先輩？アイリは子供の頃、アメリカに住んでいて、そこで聖歌隊に入っていたアリアと出会ったんだ。アリアの歌に惚れ込んだアイリは、少しでも近づきたくて、同じ聖歌隊に入った。彼女が本格的に歌の道を志したのもアリアのデビューがきっかけだったそうだよ。それ本当？なんでそんなこと知ってるの？だってアイリに聞いたもん。じゃあアイリさんは師匠であるアリアの娘のネオと世界一の歌姫の座を争ってるってこと？うん、そういうことになるね。すごい。なんて熱い世界なんだろう。私もその争いに参加したい。お、京子ちゃんが燃えている。私ももっとルミナさんのことについて知りたい。宇宙の話だけじゃなくて AI の世界についても。ふふ、いいとも。でもそろそろお腹空いてきたね。いきなりだね、リンクちゃん。でもまだまだ聞きたいこともあるし、このあたりで一度休憩にしませんか？それならデリバリーを頼むから好きなものを言ってくれ。僕のおごりだよ。じゃあ、しのぶがよく頼んでるピザとかどう？石窯で焼く本格的なピッツァなんだ。あ、じゃあ私はドラゴンフルーツソーダを。ドーナツ、ドーナツも忘れないで。なんかこんな軽いノリで話すことになるとは思わなかったな。でもネオを救うためには僕の予想を上回る人間たちの力が必要だ。そっちは頼んだぞ。ここはハヤテ。ルミナさんの正体が AI？ はい、実はそうなんです。じゃああのルミナちゃんそっくりの女の子も同じ人が作ったの？まだそれはわからないけど、ルミナと同じ電子の妖精なのは間違いないって。電子の妖精？あなたたち、なぜ今までこんな大事なことを黙っていたのですか？もし悪い人たちに知られたら、ルミナが悪用されちゃうんじゃないかなって。先輩たちのことを信用してなかったわけじゃないですけど、万が一のことを考えて。そんなことを聞いているのではありません。アルナちゃん。いいですか？自我を持った AI が存在するだなんて、そんな話をあの二人が聞いたら。ほら、ご覧なさい。もう目がキラキラしているではありませんか。ルミナちゃんってスーパー AI だったんだ。すごいの、夢が広がりまくりなの。うわ。でもルミナちゃんそっくりな子はもっとすごい AI かもしれないんだよね。はい、ですから先輩たちのお力を貸してもらえたらと。私たちの力？女中央ロボを作るだけの技術力があれば、ニセルミナに対抗できるかもしれないって。それはつまり
ミヤさんたちのお家に協力を要請するということですか？無理を言ってるのは分かってます。でも、こんなことを頼めるのは先輩たちしかいなくて。ネオさんとルミナは血のつながりこそないけど、二人は姉妹みたいなものなんです。だから。DJ を愛する人はみんなお友達なの。ね、はるなちゃん。ミーコさん。ええ、そうですね。同じ DJ 仲間を助けるのに理由なんていらないよね。うん、私に何ができるかわからないけど、お父様に事情を話せばきっと協力してくれると思う。ありがとうございます、先輩。さすがお金持ちは心が広い。今は黙ってて、ハヤテ。そういえば、最近ロボットや AI 開発分野に参入してきた清水グループが話題になってましたね。清水グループ？それってつまり。はい、もしもし、エソラです。あら、ミヤさん、どうしたの急に。え、私に協力してほしいこと？入りなさい。失礼します。マサキさん、お疲れ様です。海外出張はどうでしたか？順調よ。時間があったから例のユニットと話をすることもできたわ。それより今日、妖馬学園で何かあったそうね。ええ、妖馬学園の生徒会からイベントに招待されていたんですけど、途中でトラブルが発生してしまって合同ステージが延期になったんです。同じようなトラブルがうちでも起こったと聞いているわ。はい、その時の映像に奇妙な女の子が映っていて。なるほど。その映像を見せてもらえる？じゃあ、リリリリのみんなも協力してくれるのか。うん、優しい先輩たちでよかったね。まあ、あの先輩たちが断るとは思ってなかったけど。でも、ココアやハヤテが説得してくれたおかげだよ。ありがとう。しかし、どうして急に師匠の正体をみんなに話そうと思ったのですか？そうね。落ち着いてから説明してもよかったんじゃない？今は、一刻も早く奴を捕まえる必要があるんだ。ネオの身に、いつ何が起こってもおかしくないからね。それに、京子たちが次の標的にされる可能性もある。だから、情報共有も必要なんだ。ネオさんみたいに襲われるかもしれないってこと？うん。これ以上被害が増える前に、僕の正体を話した方が、対策も立てやすくなると思ってね。他に選択肢はなかったってことね。でも、どうやって偽物を捕まえるの？あっちはルミナよりすごい AI なんだよね。師匠よりすごい AI なんて存在しないのだ！だって、師匠には私たちと同じ心があるのですぞ！そんな AI が他にいるはずないのだ！それが僕の弱点でもあるんだよ、ミチル。師匠の弱点？僕の中にある心が AI としての機械的なアルゴリズムを乱してしまうんだ。だから真っ向勝負では奴に勝てない。僕の演算能力より上を行かれてしまうからね。
師匠が負けるはずないのだ。安心しろ。その代わり僕にはお前たちと心でつながれるという奴にはない武器がある。だから僕たちみんなが協力し合えば奴を捕まえることも可能なはずだ。そうだろ？はい、その通りですぞ。私たちが協力すれば不可能はないのだ。まったく、ミチルは単純ね。だからこそ合うんじゃない、あの二人は。もしもし、ルミナちゃん聞こえる？その声はヒーローだね。何かあったのかい？ルミナちゃんと話をしたいという人がいるの。今少し時間あるかしら？僕と話したい人？はじめまして、アルターエゴのゼネラルマネージャーマサキよ。はじめまして、僕は銀河に輝く一等星、宇宙アイドル一星ルミナだ。よろしく。面白い子ね、気に入ったわ。完全にキャラで負けてる。突然呼び出してごめんね。実はマサキさんが今回の事件について聞きたいことがあるみたいで。ほう、今回の事件について？どんなことが聞きたいんだい？まず先日アルターエゴで起こった事故について。この映像に残ってる少女に心当たりはない？いや、ヒーローからも聞かれたけど、特に心当たりはないな。本当に？もちろん、僕は嘘をつくことが苦手でね。本当の嘘つきもそういうものだけどね。まあいいわ。それなら、もう一つ質問に答えてもらえる？ドクターノバという名前に聞き覚えは？その名前は…マサキさん、その人は一体…かつて、人工知能研究の分野で世に認められなかった天才、そして…D4 計画に関わっていたと思われる人物よ。 D4 計画？あの、二人とも夕飯の準備ができました。ん？どうして4人分あるのです？ネオ様の分です。だからって写真まで置くのはやりすぎだろ。でもやっぱりネオ様が近くにいないと私不安で。いいですか、ソフィア。ネオ様は少しお疲れになっているだけなのです。私たちがデビューしてからネオ様はずっと歌い続けてきましたから、無理がたたったに違いないのです。その上、ご両親のことやルミナさんのこととか知らなかったことが次々判明しましたしね。あいつは強そうに見えるけど繊細なやつだからな。そのくせ弱ってるところは見せたがらねえし。最近は日本での暮らしにも慣れてきたように見えましたけど、ネオ様も楽しそうでしたし。ネオ様にも気持ちの緩みがあったのかもしれないのです。でなければネオ様が AI なんかにやられるわけが。こんばんは、アビスメアの諸君。ルミナ、どこから話しかけてるのです？リビングのテレビからだよ。夕食を邪魔して申し訳ないね。いきなり何の用だ？飯時に来るほどの内容なのかよ。
ああ、ネオについて重要なことが分かったから、お前たちにも話しておこうと思ってね。ネオ様についての？うん、さっきアルターエゴのゼネラルマネージャーから話を聞いたんだ。先日、アリス川学院で AI ロボットの暴走事故が起きたことを知ってるかしら？ああ、ココアたちから聞いたよ。でも、それを知っているのはごく一部の生徒のはずだけど。実は、あの AI の開発には私の友人であるロボット工学の専門家が参加していたの。へえ、それはまた意外なつながりだね。あ、もしかして以前私たちがマサキさんから預かったロボットもそのご友人が作られたものですか？確か人間と機械の共存が可能かについて研究している人だっけ？ええ、そうよ。その友人が事故原因の調査を依頼されてAI ロボットを調べたらしいわ。結果、暴走はハッキングが原因だったけど、そのやり方について気になることがあったの。気になること？20年前、ノバ博士の提唱した理論が AI を乗っ取る技術に応用されていたのよ。どういう理論なんですか？20年前に博士が提唱した理論といえば、人間の意識をデータ化して AI に引き継ぐというものだね。知っているの？うん、少し前に調べたことがあるんだ。確か博士が18歳の時に発表した理論だと思う。18歳？ちょっと若すぎるんじゃない？天才の発想に年齢は関係ないよ。ただその理論は先進的すぎて現在でも実現不可能と言われているはずだけど。そうね。でも当時ノバ博士の理論を実現させようとした人たちがいるのよ。まあいつの時代も権力者は永遠の命を求めるものだから、それ自体別に珍しいことではないけどね。その連中は自分たちの欲望を実現するために博士の研究を利用できると考えたわけかい？ええ、それが D4 計画よ。そして一説によると博士自身も計画の中心人物として関わっていた可能性があるの。なるほど。そこははっきりしないわけか。ただその計画はある時突然中止されてしまったらしいわ。うん、どうして？さあね、それはわからない。まあそういうわけで友人から私にこの話が入ってきたから、あなたと情報交換したかったの。一つ聞きたいんだけど、どうして君はそんな情報に詳しいんだい？僕も初めて聞くことばかりだったけど、普通の人が知っているような話じゃないよね。昔の知り合いで各国の諜報機関に所属していた人間がいるの。その人たちから情報を集めたわ。昔の知り合い？マサキさんの過去は謎が多くてね、自分たちもよくわからないつながりを持ってるんだ。いつものことよね。どういうクラブなんだろう、ここは。まあそんなことはどうでもいいけど、私はあなたの話に興味があるの。
すべての事件に共通する謎の少女との関係について、あなたの知っていることを教えてもらえないかしら。どうやらごまかしは効かないみたいだね。いいよ、君の持っている情報を教えてもらった代わりに僕の秘密を教えることにしよう。そんな感じで、マサキや葵たちに僕のことを全て明かしてきたってわけさ。なんだかとんでもない話になってきましたね。ああ、まったくだな。ベロニカ、あなたちゃんと話を理解できたのですか？つまり、やべえ博士がやべえことして、やべえことになってるって話だろ？一番やべえのはあなたの理解力なのです。でも、そのノヴァ博士って人が、かなり重要な人物なのはわかりましたね。ええ、その博士なら、ネオ様の目を覚ます方法を知っているかもしれないのです。ルミナ、その博士は、今どこにいるのですか？残念だけど、ノヴァ博士はもうこの世にはいないよ。え？亡くなられてしまったんですか？なんだお前たち、ネオから何も聞かされてないのかい？ノヴァ博士はネオの父親で、僕の生みの親だよ。ネオ様のお父様？うん、そうだよ。じゃあネオ様のお母様は世界一の歌姫で、お父様は天才科学者だったということですか？さすがネオ様、サラブレッドすぎましょ。いや、そこかよ。でも、ノヴァ博士が、その D4 計画とやらに関わっていたかどうかは、わからないのです。まあ、確証と呼べるものはまだないね。何しろ、僕も知らなかった情報だし。ただ、博士の過去を調べてみると、20年前に空白期間があったことは、事実としてわかってる。空白期間？うん。博士がその間、どこで何をやっていたのか、一切の記録や情報が残されていないんだ。そして、その後、博士は突然故郷に戻り、幼馴染のアリアと結婚している。つまり、D4 計画が中止になったから、博士は故郷に戻ってきた、と言いたいのです？そう考えれば辻褄が合う、ということだね。何より、個人の開発規模で僕を生み出すことは不可能だが、組織の研究開発で得たデータが残っていたと考えるなら可能だ。状況証拠は揃っているということですか。でも、ネオ様のお父様は、すでに亡くなられていたのですね。うん。不運な事故でね。そのことは、ネオにも伝えてある。もともと、ネオを捨てて出て行った親父だろ。あいつもそれくらいのことは、覚悟してたはずだ。ああ、ネオも特別落ち込んではいなかったよ。ただ。ただ、何なのです？ネオはずっと父親の形見を持っていたんだ。子供の頃にもらったペンダントをね。やっぱり、お父様との思い出は
捨てられなかったのでしょうか。多分ね。あいつは素直に認めないと思うけど。け、勝手な親父だ。そんなもんよりこういう時役に立ちそうなもん渡しとけってな。いや、実はそれを残してある可能性が高いんだよ。は？どういうことだ？ネオも気づいてなかったけど、実は片身のペンダントにはある仕掛けがあったのさ。どんな仕掛けなのです？ペンダントそのものが何かのデータを残すための記憶媒体になっていたんだよ。もしかするとその中にノヴァ博士の関わっていた D4 計画に関するデータが入っているかもしれない。おい、マジかよ。なんでそれを早く調べねえんだ。データを調べるには暗号を解除するパスワードが必要でね。もし間違えると情報が全部消えてしまう仕組みになってる。なんでまたそんな仕掛けを。それだけ重要な情報が中に隠されてるのかもしれない。だけどパスワードを入力するチャンスは一度きりだ。仮に暗号を解除できたとしても、そのデータからネオ様の目を覚まさせる方法がわかるのですか？うん、いい質問だね。説明しよう。僕を作ったノヴァ博士は20年前の D4 計画で、すでに試験的な AI の開発に成功していたと思われる。そしてその時開発された AI こそが僕のプロトタイプ、つまりあの偽物だったと考えることができるわけだ。だから博士の残したデータにプロトタイプの開発情報が残っていれば、ネオの眠りを解除する方法もわかるはず、というのが僕の仮説だ。ルミナさんのプロトタイプ？ただの仮説に過ぎないのです。もし中のデータがしょうもない写真だったりしたら何の意味もないのです。結局そのパスワードがわかんねえことにはどうしようもねえのかよ。パスワードのヒントはある。僕の名前だ。ルミナさんの名前？そう、僕の名前は僕が生まれた時からすでに付けられていた。つまりコードネームだね。だからプロトタイプの AI にも同じコードネームをつけてパスワードにしていた可能性が高いと思う。可能性って、もし間違えれば取り返しがつかないのですよ。自信はあるのですか？自信はないけど、他に候補がないからね。あとは、お前たちがゴーサインを出すかどうかだ。私たちが、ですか？ネオにとって、僕以外の家族はお前たちだ。だから最終的な決断は、お前たちに委ねるよ。そんなの考えるまでもねえだろ。ネオを助ける方法があるなら、私はそれにかけるぜ。ベロニカ。心配すんな。もしダメでも、責任は私が取る。お前らが気にすることはねえよ。ベロニカなんかに責任が取れるわけないのです。ネオ様に何かあった時の責任は、エルシーが取るのです。はあ、お前みたいなクソガキに責任なんか取れるわけねえだろ。誰がクソガキなのです？精神年齢ならエルシーの方がずーっと上なのです。みんなで責任取りましょうよ。ね、まったく呆れた奴らだな。責任の取り合いなんて聞いたことがないぞ。だけど、お前たちはそれでいいんだね。
ああ、こっちの腹は決まったぜ。よし。じゃあ行くぞ。パスワードは、ルミナ。ルミナ遅いわね。いつになったら戻ってくるんだろう。もしかして、ネオさんの目を覚ます方法が何か分かったんじゃないかな。心配しなくても師匠が必ず解決してくれるのだ。なんせ師匠は宇宙一のスーパー AI ですからな。はぁ、あ、どうしたのココア。ため息なんてついて。ねえ、私たちにできることって何かあるのかな。あ、どういうことなのだ。ネオさんのこともそうだけど、私たちにできることなんて何もないような気がして。確かにスーパー AI だから、どんな問題も一人で解決しちゃいそうな気がするよね。でも師匠は私たちの協力が必要と言ってくれたのだ。きっと何かお役に立つことがあるはずですぞ。そうかもしれないけどさ。ココアの言いたいこともわかるよ。仲間って足りないものを補い合ったりするけど、私たちは少しルミナに頼りすぎかもしれないよね。それは。他のユニットを見てもみんなで助け合ったり支え合ったりするから仲間って感じがするじゃない。だけどルミナはあまりに私たちと違いすぎて、これで本当に仲間と呼べるのかなって。師匠は本当に私たちを必要としていると思いますぞ。どうしてそんなことがわかるの。だって師匠には私たちと同じ心があるから。心があれば寂しいと思う気持ちもきっと同じなのだ。私は昔から空気が読めなくて、友達もいなかったから一人ぼっちの辛さはよくわかるのですぞ。ミチル、どんなにすごいことができても一緒に笑ったり楽しんでくれる仲間がいないと機械と同じですからな。そうだね、私もそう思うよ。孤独って心が機械になっていくことなのかもしれないね。心が機械に。うん、だから一緒にいてくれる人がいて初めて自分のことを人間らしく思える気がするんだ。確かにそうかもね。ハヤテはやはり詩人ですな。いいことを言いますぞ。イエーイ、褒められた。ミチルがもっとリーダーらしくなればルミナに頼りすぎなくてよくなるかもね。なかなか痛いところをつきますな。もう少しこう手心というか、なんというか。今のミチルはユニコードの神輿みたいなものでしょ。そのうちハヤテにリーダーの座を奪われちゃうかもね。それだけは勘弁なのだ。にょっちよロボ、どうしてここに。先輩たちに事情を話したら、用心棒代わりに連れてった方がいいって。用心棒？確か、偽ルミナの引き起こすネットワーク異常を識別できるようにしてあるからって言ってたわよ。にょちおロボが何かを感知したみたい。何を言ってるのかわかるのだ？翻訳イヤホンつけてるから、なんとなくわかるよ。それなら最初から人語で話してほしいですぞ。でも、ここってルミナのスタジオでしょ？何かあればルミナが真っ先に気づくんじゃない？
のだ。このスタジオは何者かに乗っ取られてるかもしれないって。まあまあまあ。どうなったのです、ルミナ。暗号は解除できたのですか？うん、暗号の解除には成功したよ。どうやらパスワードは正解だったみたいだ。本当ですか？よかった。ただこの内容は。なんだよ、お目当てのデータが入ってたんじゃねえのか？確かにこの中には D4 計画のデータが保存されていたよ。でもこれは。博士は D4 計画の真の目的に気づいていたのか、それとも。師匠、大変ですぞ。ミチル、どうしたんだい慌てて。ルミナスタジオのネットワークが誰かにジャックされているの。もしかしたらあいつの仕業かも。なんだって？この声は僕に直接語りかけてきてる。見つけたよ、ルミナ。姿を現さないということは、このスタジオのネットワークを完全に支配しているということか。つまり今の僕はこの空間ごと奴の体内に取り込まれているようなもの。一体どうやって。いや、考えている場合じゃないな。このままだと僕の意識まで全て奴に乗っ取られてしまう。仮想空間に穴を開けてそこから脱出するしかない。僕の演算能力が奴を上回ることができればだが。やはりダメか。奴が僕のプロトタイプだとすると、こちらの打つ手を無効化できるのかもしれないな。この部屋のセキュリティが反応しなかったのも当然だ。奴は僕の分身みたいな存在だから。ノア！ニョチオロボ？お前どうやってこの空間に。もしかしてお前の AI 能力はかなり僕に近いのか？だとすれば暴走した原因も僕に近い AI だから奴に乗っ取られたという理由で説明がつくんだが。ただの脳天気な奴にしか見えないな。しかしこれは助かるかもしれないぞ。ニョチオロボ、お前の力を貸してくれ。師匠、応答してください。師匠、ダメだわ、急に通信が繋がらなくなった。もしかしてあいつに乗っ取られたのかも。そんな、師匠がどうすればいいのだ。あー、死ぬかと思った。え、今の声は。ニョチオロボの中にルミナが入ってる。みんな心配かけたな。僕はこの通り無事だ。いや、無事なのそれ。ぶっつけ本番だったが、ニョチオロボのボディを借りて避難することに成功したんだ。師匠、そのようなお姿に変わり果てて、なんと嘆かわしい。いや、結構居心地いいぞ、この中は。とにかく
これでしばらくは安全だが、このスタジオはもう危険だ。奴が襲ってこれない場所に避難しよう。襲ってこれない場所って、そんなのどこにあるのだ？そうだな、独立型のサーバーと特殊なネットワークで形成されてる軍の基地みたいな場所があれば最高なんだが。そんなの無理に決まってるでしょ。いや、あるよ。例の秘密基地、多分あそこなら大丈夫。おはようございます。おはよう、春菜くん。朝早くからご苦労だね。にょちおロボ、あなた、その声は一体？はあ。あ、春菜先輩、おはようございます。あなたたち、ここに泊まり込んだのですか？はい、昨日の夜、校舎に忍び込んで。地下室の鍵の場所は、くるみ先輩に教えてもらってたしね。なんという野蛮な、それが宿所のすることですか。あれ、二人ともどうしてここにいるの？あ、にょちおロボ、帰ってきたんだ。ごきげんよう、リリリリの諸君。今日は君たちに重大な話があってきた。え？中に人が入ってる？その声、もしかしてルミナちゃんが入ってるの？ご名答、我こそは宇宙アイドル、もとい宇宙マスコットの一星ルミナにょう。わあ、かわいいの。なんか、よちよに侵食されていませんか？重大な話って、どんな話ですか？うん、実は、僕の父が残したデータから、ある恐るべき計画の内容が判明したんだ。恐るべき計画？何ですか、それは。まだ全て解析できたわけじゃないけど、今回の事件に関わる全員に知らせる必要があると思う。それって、私たち DJ ユニットってこと？どうして？この計画は DJ たちがいたから始まったんだ。だからそれを止めることができるのも、お前たち DJ ユニットしかいないんだにょ。DJ たちがいたから始まった？よくわかんないにょ。影響されないでよ。とにかく、まずはみんなに情報共有だ。早くしないと本格的に被害が広まってしまう。もはやこれは人類と AI の存亡をかけた戦いになるかもしれないからね。